さあ続いてご紹介する企業さんですが、ミシェルさん、はい、中古物件と聞くとどんなイメージ持っていますか？中古物件はまあイメージ、まあ一つね、古くなったものを買って、じゃあ自分のものにしてからどうしようかとか、中古車だとすぐ分かんないけどね。ああそうですね、車じゃなくて今回家、今回そんな中古物件のイメージがガラッと変わると思います。今回はリノベーション物件を手掛けるこちらの企業様です。私たちとは切っても切れない関係にある住まい、一生涯を通じて欠かすことのできないその存在だが、近年では人口減少による空き家問題など新たな課題も生まれ始めている。そんな時代に不動産業界の世界を変えるため新たな風を吹き込んだ男がここにいる。日照レジデンシャル株式会社代表取締役後藤正樹。創業は2011年、首都圏を中心に総合的な不動産事業で新たな住まい像を作り出す日照レジデンシャルは、代表を務める後藤自身の専門的な知識と経験、そしてノウハウを最大限に生かした事業を軸に、一人一人と向き合い、社員にもお客様にも誠実であり続けることを理念に、物件の再生だけでなく社会全体の問題解決へと飽くなき挑戦を続けている。今回は後藤正樹をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。創業されたのはいつなんですか？平成23年ですね。ちょうど震災があった直後なんですけど。ああそうか、もうそれだけ経つかね。ああそうね。創業されたきっかけとか理由ってあったんですか？まあ、もともと独立を考えてはいたんですが、あの当時って結構もう震災直後ってみんな悲壮感が漂ってるというか。そうですよね、そういう時期でしたね。それで自分自身もまあなんかやらなきゃなってちょっと思いまして、元気にしたいなと思って、創業しました。日照レジデンシャル様の一番の売りってどんなところなんですか？古いアパートとかマンションとかを買い取って再販してるんですが、ただリノベーションするだけではなくて、エントランスリノベーションという、エントランスそうですね、入り口をリノベーションして、入居者の方にも気に入っていただくというか、今日ちょっとその例もね、いくつか持ってきていただいてて、見せていただいてもいいですか？これがまた違うのよ、与える印象がね。これ右同じところですよね、社長。これそうです、今で言うとちょっと古、古いというか、まあ当たり前なんですけど、作りはね、作りも古いし、あと名前もコーポなんとかとか、なんとかそうとか、なんとかそうとかそういったものも結構あるんですけど、リノベーションするついでに名前も変えちゃって、印象が変わりますよね。そうですね、本当にそこが変わると ね、大事ですよね。今見せていただいているのもレジデンシャルっていう風なね、これ併設されている1階に入っているテナントさんのお店の看板も変わってませんか？はい、本当だ。40年ぐらいやられてる焼き鳥屋さんだったんですけど、おかげさまでもう年季が入ってて、リノベーションしてもそこだけ残しておくとちょっと気になっちゃうんですね。なのでもう不釣り合いになっちゃいますもんね。そうなんですよ。だからテナントさんに、うちでお金出すんで綺麗にしちゃいますけどっていうことで綺麗にしたんですよ。テナントさんも評判良くなったということで大変喜んでいただきました。またこれなんかもう全く洋風だよ、ね、和風から洋風にチェンジだ。こちらも名前が亀戸第二印刷ビルというビルだったんですけど工場かみたいな、ね、このままじゃちょっと売れないなということ で、空き室も結構目立ってたんですが、入り口をこうテーマはブルックリン風なんですけど、なるほど、レジデンシャル亀戸という名前をつけて、そしたらやっぱり入居率は今ずっと満室を保ってます。やっぱこういうところに帰りたいと思いますもんね。そうですね、やっぱりここに友達連れてきたり、ここにまた毎日過ごすのに、こういうところにね住んでいたら素敵だなっていう心の、気持ちが変わってきますもんね。なるほどなるほど。続いて
代表を務める後藤のある変わった経歴についてこれまでの歩みとともに振り返ってもらった。転職は15回ぐらいあって、引っ越しも15、16回ぐらいですね。はい、それは なんかなかなか合うものがなかったというか、いろんな職種やったんですけど、うん、まあ振り返ってみればいい会社に巡り合わなかったというところもあったかもしれませんね。ジャンルは問わずですか？はい、不動産はもちろん、はい、居酒屋、応援機器の営業、はい、あとネットワークビジネス、うん、水商売、コーヒー あのケータリングサービスですね。コーヒー屋台みたいな、車で販売したり、自営で、はい、自分で、はい、はあ。地元だけでなくて、具体的に どのあたり行かれたんですか、その転職？引っ越し理由なら23区中7区制覇して、横浜、川崎、まあ、今自宅は藤沢なんですけど、まあ、合わせて15回ぐらい。え、特にどういう場面でこの今までの転職経験が生かされてるなっていうふうにご実感されますか？買い取る時の物件の調査をするんですけど、はい、調査といってもいろんな社員が持ってくる物件を一時全部見に行くわけにもいかないので、うん、まず机上で判断しますが、はい、あれこれ前住んでたところの近くだとか、もうあの営業であそこ行ったところの近くだとか大体のイメージはつくので、こういう地域だったっていう、まあ、変わった社内の制度がある、はい、どういう制度なんですか？親の誕生日もしくは誕生月に有給休暇が取れるという親孝行有給休暇制度です。その月だったら何日でもいいぞっていう。ただし親にまあ、手紙書くなりご飯を食べに行くなり、まあ、遠方であれば手紙出して、まあ、親に感謝をする、うん、休暇制度というのを取ってます。何かのきっかけがあってそれ作ったんですか？ある上司ですね、はい、親に感謝できない子供はやっぱり成功しないぞと、うん、でまあ、私自身がやっぱり 親不幸なところもあったものですから心を改めると、はい、心を改めていくのと同時に社員にも、うん、やっぱりそういう社員でいてほしいなと。私自身が4人子供いるんですよ。素晴らしい、はい、子供たちにやっぱありがとうって言われたら嬉しいだろうなと、うん、そういう会社に勤めてくれたら僕のように何回も転職しなくて済むような。ああ、そっか、はい、そこの一箇所でねそういう会社にいるって素晴らしいなっていうことにつながりますもんね、親からするとホッとするみたいな。社員の皆さんに資格も積極的に取るように、はい、指導されてるんですよね。先ほど申し上げました通り私転職回数が多かったので、はい、中途採用でやっぱり行くとすぐに求められるのはやっぱり実績、売上ですよね、はい、もう資格を取るなんていう暇がなくて、あ、会社自体も資格を取りなさいよというよりかもうどんどん売上を上げろと、うん、それが一番中心の会社にばっかりにいたもんですから、あ、まあ、社員に資格取らせようと思ったのは資格を取ることで自覚とあと自信がつくなと、うん、この道で生きていこうという、 こう決意ができるんじゃないかなと。ここで現在の不動産業界について後藤自身はどう見ているのか、さらに詳しく話を聞いた。日銀の低金利政策とかあとインバウンドの影響もあって今海外の投資家も日本に不動産買いに来たりとか、まあ、結構調子はいいですね。ただまあ不動産への融資もバブルよりも多くなってるみたいなんで引き締めがいつあるかどうか分かんないとかそういう意味では注意が必要かなと。空き家問題っていうのも話題になるじゃないですか、はいはいはい、それはどういうふうにお考えですか？今全国で820万戸ぐらいあるって言われてるんですが空き家もどんどん増えてくるのでそれをいかに有効活用できるかっていうのが課題になってくるかなと。国中で今そういう話題になってますもんね、はい、やっぱり誰も住まなきゃ傷んでいくだとかいろんな問題が起きますよね、うん、不動産における相続問題については今どうお考えですか？はい、私ども買い取りをやってまして、相続のまあ、案件というのがいくつか入ってくるんですが親が亡くなってまあ不動産を相続した兄と弟で相続したけどもその不動産をそのまま持ってても何のお金にもならないから売って現金化したいとかあとは
あの親がもう亡くなりそうで、不動産がいくつかあるんだけども、うわ大変そうだな。ただ弟と、まあ、あ兄と仲が悪いと、うん、兄貴に ある程度相続したいからっていうことで先に売却しちゃう、はあ、それで早く処分したいとか、すぐ現金化したいとかいうパターンも結構あるので、はい、一般の方だとなかなかね融資の問題とかあるんですが、うん、私どもは、まあ、すぐじゃあこれで買いますっていう返事をしますので、年金対策も、ね、はい、教えていただきたいんですが、うん、最近サラリーマン屋さんってご存知、あ不動産投資持ってるっていう投資やってる方が多いとは聞いてますけども、はいはい、あれはもともと年金問題から発生してるんですよ、国の年金問題、はい、将来もらえるかどうかわからないので、今から勤めながらそうだぜアパートとかマンションを買って家賃収入を得て不労所得ですか、それを得ることによって将来の年金対策になりますよと、やってる方増えてきてるんですか。増えてきますね。時代とともに変化を続ける不動産事情、そのエキスパートとして人々に寄り添う後藤正樹、そんな男が見据える今後の展望とは。いい物件、アパートマンション古くなったものを再生して、販売しているという、実際自分たちで買ってお金かけてリノベーションして、それで販売してるんですね。普通の仲介と違うところは、自分たちでリスクを背負ってリノベーションしたけども、エントランスかっこよくしたけども、入居者が入んなかったら意味がないですよね。だからそこに対してやっぱリスクを負いながらやることによっていろいろと学ぶことがあるんですよ。こういう場合はこういうリノベーションした方が効果的だとか、こういうリノベーションしたら賃貸がアップしたとか賃料がアップしたとか、そういう経験を、まあ、これから不動産投資家の方々の、まあ、アドバイスができるような体制を作っていきたいなと。後藤代表の座右の銘を教えてください、はい、社会問題対策は不動産対策だ、はあ、まあ、先ほどの年金問題、はいはい、あと空き家問題、相続問題、全てこれ不動産に関係してるんですよね、うん、そうです、まあ、不動産にも関係してる。で不動産を解決していくことがやっぱり社会問題の解決になるんじゃないかなと思います。あ、分かりました、はい、いつまでも我々の庶民の味方で、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。